まして嬉しい。ああ、やっぱりこっちも綺麗だ。ありがとうございます。ということで、ご挨拶までですね、お付き合いいただきましてありがとうございます。全部のメンバー回ってきたでしょうか、皆さん。来てないよーって方いらっしゃいますか？まあ、いらっしゃっても行かないんですけどね、もうね。そこは行きますよ。優柔聞かねえなー。本当にもうね。これ大変なのよ。もう靴1個脱ぐのも大変なのよ。労力が。確かに。膝を曲げてあげなきゃいけないからね、これ大変ださあ、改めて皆さんラウンド行かせていただきありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。嬉しいですね。喜んでいただきました。でもあっという間にですね、僕たちの歌謡ショー夜の部なんですけれども、もう折り返して後半戦に差し掛かっているということで、オリジナル楽曲をですね続けて2曲を歌わせていただきたいと思います。流れ的にはもう次で最後なんじゃないかぐらいの流れでしたけども、そうですね、まだ終わらないと。まだ終わらない。まだ早いんじゃないですか。まだ早い。全然目悪い。もう十分じゃないですか。もう十分ですね。ここから文明開化からもう一回やるよ。そうですね。次の日程がもし決まれば次の曲やります。それはそうだよ。圧がすごい。圧をかける。次はいつにしましょうか。あ、うなずいていただいてはすみません。皆さん同じで拍手してください。うなずいてしまったもんだから。これまたあ、分かる。ああ、どうもすみません。素敵な笑顔で素敵な笑顔でありがとうございます。はい、ということで、じゃあ2曲、まあ曲が始まればね、真面目な残波なんですけれども、どんな曲を歌うか簡単にちょっとね、せっかくなので説明をさせていただきますかね。はい、まずは最初「空に」というカタカナで3文字「空に」という楽曲なんですけれども、バラードっていうような曲ですが、どういった楽曲なんでしょうかね。こちらこれはですね、どうぞ。ボケ終わりました。これでもう終わりました。すいません。この曲はですね、バラードなんですけども、大切な人が突然あなたの前から消えてしまった、そんな気持ちを書いた曲になっております。多分僕もこの曲を歌いながらいつも思うのは、大切な人にはできる時にできる限りの愛情をやっぱり表しておかないと手遅れになってしまうことが本当に一番後悔なので、それだけはしないでおこうと、日々生きていこう、頑張ろうと思える、そんな曲になっています。ぜひ大切な人を思い浮かべながらこの空に聴いていただけたらなと、そんなふうに思います。ありがとうございます。続いてが「哀愁ジャーニー」という曲ですが、こちらはどんな曲ですか。哀愁ジャーニーはね、愛知県の名古屋栄をテーマとして書かれた、楽曲なんですけれども、哀愁あふれる男の別れ歌でございます。ちょっとね、泥臭く、なんて言うんでしょう、港の埠頭にこう立ちすくんでいる男姿なんかを想像しながら聴いていただけると、よりねちょっと曲に入りやすいかと思いますので、空に哀愁ジャーニー、ぜひお付き合いいただきたいと思います。いただけたらと思います。それではお聴きください。空に。Thank you. そんなギリギリに立ってる人いる？ギリギリだったね今。違うんですよ。僕らがギリギリじゃなくて、お客さんがギリギリなんです。確かに今日攻めまくってますよ。こんにちは。すごい。僕たちいつも通りですからね。そうですね。こんなしか。あ、でもこれ僕いつもこれ最後の立ち位置作り今このぐらいなかった。はい。いつもこんなとこ？あ、すみません。黄色い線まで出ちゃいましたね。ごめんなさい。今日。あ、なかったです。あ、出発進行みたいな。すみません。出発、黄色い線の内側までお下がりください。はい。すみません。ですが、その後の進行、一方、野方が出てきた。なんで俺と吉見が昔よくライブしてたところで。すみません。北方の隣に野沢っていうのがあるんですけど、それを言おうと思いました。ということで、行ってみてください。空に哀愁ジャーニーをいただいたんですけれども。あれなんかね、結構もっと喋れるっぽいんですよ。時間が。あ、本当ですか。そうですか。もう今マネージャーが横に来てね、はいやってたんで、ポーティブポールみたいな。これ違うんですよ。僕たちいつもね、ライブ約1時間のね時間の時って大体オーバーするんですよ。大体をこれ俺はないですよ。そうだからね、付き合いやっていいよ。時間あるから。トーテンポールやっていいですか。面白いことするでしょ。あ、トーテンポール。あ、じゃあやる。あ、先に出ようぜ。面白いこと。最初にやる。トーテンポール。これは何する？いいのか、逃げなくて。いいんだな。今ならまだ逃げられます。いいな。今ならまだ僕のモノマネに逃げられます。あ、モノマネ見たくない。うまいね。モノマネが見たいよなってテレビ出たばっかでさ。そうです。その曲ね。行かない。